はい、こんにちは。即解塾の久保です。まあ、あらゆるビジネスモデルを、ね、マスターしてきた私からすると、たくさんあるビジネスモデルの中のネットワークビジネスも避けては通れないものでした。で、ここにですね、一つ私はないネットワークビジネスの攻略法といいますかね、今までの常識とはそれちょっと違うってことをね、お知らせしたくって、今回の動画を撮っております。しゃっくり出ましたね。はい。でね、今ね、こちらの方に図がありますけども、これ何だと思います ネネットワークビジネスの組織図です。矢印を書いたところが例えばねあなたが登録したところだと思ってくださいきっとネットワークビジネスに参加したあなたはこういうふうに思うはずなんですよ自分のダウンラインにものすごく影響力のある人がついてくれたらね自分が何もしなくてもこの人がブワーッと組織を広げて後々自分の利益になるんじゃないかなってねそれ期待するでしょでそういうふうに期待させるのがこのネットワークビジネスのモデルなんですよ 今まではこういうふうに思われておりました。でも、これではね、あんまり儲かんないんですよ。なんでかっていうと、実はね、すごく影響力のある人がこっちに来ていただいたらいいんですけども、こっちの方にも影響力のある人が来ないと、右と左のバランスが取れずに、いくらこっちの組織が伸びても、こっちの組織が伸びなければね、ボーナスないですよってことになるんですよ。ちょっと痛いじゃないですか、それはね。うん で、しかもね、影響力のある人って他の影響力のある人を自分の下にバランスよく配置するんですよだからここだけ儲かって党の本人は儲からないってことになるんですよねでネットワークビジネスって先行者利益って当然あるんですよ自分の組織を自由に作れるとかどんな順番で人を紹介しようかなって選択肢がありますからねでもそもそも組織を構築するメンテナンスしたりとかサポートするのが苦手な方とか紹介を出せない人っていうのが 頭に立っっちゃってもねねああんん、ね、んままりり儲からないんですよだから多くの人はネットワークビジネスに期待して参加したんだけどあれ組織はでっかくなってるのに会社はどうでっかくなってるのに自分だけ儲かってないなってことになるんですよねじゃあ新しい常識私があの攻略した新しい常識はどういうふうになってるでしょうかえー、とこれね次の図を見てみましょうかこれですねこれは何かっていうとこの矢印を書いたところがあなたのポジションだと思ってくださいね で実はね影響力のある人がここにいたらどうかってことなんですよ。うん、つまり影響力のある人から案件の紹介をいただいて「あこの人はすごい力のある人だな」という人の下についたらどんなことが起きるかってことなんですけどもこっちの組織が伸びようと伸びないとんあんまり関係ないんですよね。でもこの影響力のある人は自分の影響力でいろんな人をね紹介出しますから自分の下に勝手に伸びる可能性が強いんですよ。うわーってね。 で、ある程度伸びた段階で、例えばこの人にね、ボーナスを受け取る場合は、何がしかの支払いをしてくださいねとか、特定負担してくださいねっていうふうになると思うんですよ。例えば、入会金1万とか、毎月の購入費用何千とかっていうのね。でも、この組織ができた後で、見込みが立つじゃないですか。自分が今、会員登録したり、特定負担をいくらいくらすると、どのぐらいの報酬がバックされてるかな。で、計算して、あ、これはいけるなと思ったら、 後からですすすね、そういう,うにすればいいい風にればんですよで、よ。不幸にしてこっちの組織が伸びなかったら相変わらず会員登録のまま何もしないっていうことでお金を払う必要も何かね特定負担をしないといけないって必要もなくなるでしょ。だからリスクなく稼ごうと思ったら実はね自分の下に影響力を持つ人を置くんじゃなくて影響力のある人の下につくことなんじゃないかなと思うんですよ。 でもちろん自分の組織が伸びるか伸びないかは自分が何もしなければねこの影響力のある人の影響力次第つまり他人のふんどしになりますんでなんかうまくいかなくてもね、まあ、それはもう元々ということで割り切っていられると思いますはいこんな形でね実はネットワークビジネスって自分の下に影響力がある人がいるよりも自分の真上にね影響力のある人がいた方が結構伸びやすいんじゃないかなっていうのがこれからのネットワークビジネスの常識だと思います はい。それでね。ちょっと今関係ないんですけども、フランチャイズ。フランチャイズってありますよね。コンビニとかファミリーレストランとかフランチャイズですけども、その例についてもちょっとお話ししましょう。例えばフランチャイズの本部になることは不可能ですよね。フランチャイズのいわゆるここに入ることはできるんですよ。つまりネットワークビジネスの影響力のある人の下に入ることができるんですよ。そうなるとどうなるかっていうと、フランチャイズ本部はこの人の影響力とか、 広告の効果を使ってですねいろんなところにアナウンスをするんですよ。であフランチャイズしたいですって人がどんどんこっちに参加してくるって形で基本的にここの下にフランチャイズの契約者として作くっていうのはフランチャイズではあるんですけどもネットワークビジネスではこの足が2本って決まってるんでどんなに頑張ってもこの人ってね直紹介2本しか出せないんですよ。でそういうことになりますんでねフランチャイズとちょっと違いますけども、えー、共通してる点は フランチャイズのオーナーたる、ね、影響力のあるところが一番働いてくれるってことなんですよで。そう考えたらね、自分の下に影響力のある人をつけるよりも、自分の上に影響力のあるものがあった方がいいんじゃないかなって考え方もできるってことです。はい、それでね、最後にこの図をお見せしたいと思います。銭ヘ平ジで稼ぐですね。とりあえず無料で参加できるということなんでね、あの、お金を払うときには、払った後で、 自分の報酬とのバランスを持って払ってもそれ以上の収入があるなって見込んだ時点でそれをすればいいと思うんですよだから今のところは無料登録でいいでしょ QR コードでもいいですし概要欄に URL を貼っておきますんでそちらのいずれからねあいずれからか銭形平時今のうちに参加してみてくださいまあ1月以内に参加すれば間違いなくトップ集団ですちょっと出遅れるとかなり下の方に行きますんでね そうなると自分のダウンラインが自動的に構築されるチャンスはどんどん減っていきます。ということで私のことが影響力があるなと思ったら早めに登録しておいてください。まあなんせ無料なんでね。うん儲かんなくても元々じゃないですか。それじゃあいってらっしゃい。